はい、皆さん、こんにちは。もみけんです。3DS 版でね、今日はね、狂戦士の書を使って、狂ボスやっていこうと思います。はい、じゃあ、狂ボスね、結構やっぱ気になる人多いみたいで、ちゃんといけるのかどうか。それで行きましょうかね。じゃあ、魔法の鍵じゃなくて、狂戦士の書。で、試練の門から始まりましたもんね。じゃなくて、狂ボスの方をね、やっていきましょうかね。で、さっきね、1頭倒したんですよね。あ、でも出なかったんだ。もう1回いけるってことかな、これ。まあ、何回でもこれいけんのか。はい、じゃあ、これいこうかな。雲いこうかな。はい、じゃあ、雲、倒していきましょうかね。3DS 版ね、結構やってみて、なんかいろいろね、やっぱり言われてはいるんですけど、私としてはね、持ち運びのやっぱり携帯ゲームなんでね、すっごいいいですよ。まあまあ、今までノート PC でね、ノート PC でやってたんですけど、やっぱそれなんかよりもね、携帯性に関してはもう抜群にいいですね。もうぜひぜひ、買おうかどうか悩むぐらいだったらね、買った方がいいと思いますね。で、確かにね、なんか、あだこだ言われ、なんだったっけな。なんか、文字が見にくいとはあるんですけど、まあな、わかりますよ、大体ね。で、混んでるとこに行ったらどうなのか、ちょっとね、混んでるとこまだ行ってないんでね、どうなるかわかんないですけど。よし。まあ、やっていっか。まあ普通にバトルできてますね。なんか音割れが若干するなぁとは感じますね。でもしっかりと、もう曲そのものはね、しっかり聞こえてますね。ちなみにうちのネット環境に関しては、フレッツ光のハヤブサなんで、まあ、悪くはないと思うんですよね。3DS の方で音割れしてんのかな？あ、縛りガードしてないな。あんまり凶ボスね、僕自身が行かないんで、縛りガードとか、転びガードぐらいは行くんですけど、アトラスをね、ちょっと持ってないですね。まあ、なんとか、切れる前には、なんかね、不満点を言えばね、たくさんやっぱ出るっちゃ出るんでしょうけど、まあ、それをね、それを補うぐらいの、こう、良さがね、やっぱ携帯性っていうのは全然違いますね。膝の上でチャチャチャっとできるゲームに一気に変わったんで、僕としたらね、すごい、終わったかな？良くなったと思ってますね。まあ、これでずっとやるか、家にいる間やっぱこれ、ノート PC あるんでね、そっちの方をやると思うんですけど、出てないですね。はい、じゃあまあ、強ボスね、普通にできますね。あ、続けるもできるんだ。続けるって、あれか。あ、そうなんだ。かなり便利ですね。まあ、これ前から便利なんでしょうけど。あんまり強ボス行かないんで、わからなかったですけど、連続できるんですね、これね。はい、じゃあ皆さんどうでしたかね、見て。まあ、いけんじゃんって思った人もね、まあ、あとは肉眼でね、やっぱカメラ越しなんで、肉眼で見るのはやっぱもうちょっと違うと思うんで、実際にね、見ていただきたいんですけど、文字そのものはあれかな。チャットはね、打ちにくいと思うんですけど、ちょっと慣れがね、必要かなと思うんですけど、やっぱチャットメインだとキーボード欲しいとこなんでね、これはちょっと合わないかもしれないですけど、チャットメインだとね、だからじゃなくてね、こうなんか外にいる間にちょっとやろうかなぐらいにね、最適ですね。特に強ボスとかこれいいと思いますよ。強ボスとか日課に関してね、やっていくっていうのは面白いと思いますよ。意外とサポートだけで倒せる強ボスって、最近は多くなりましたんで、あとは試練の門とかね、この書を使っていけば面白いかなと。
あれ、誰か魅了されてる？あ、縛られてるのは毒か。毒か。このね、右のやっぱコマンドちょっと見づらいですよね。見づらいですけど、まあ、慣れてないだけで。これ多分ね、やっぱ携帯性いいんで、これにハマっちゃうとね、これメイン機になる人もね、続出するとは思うんですけど、まあ、あとは金額との兼ね合いとかね。で、やって、まあ、これが、まあ、メインになって、ゆっくり家にいるときはね、ノート PC にとか、あとはデスクトップとかにね、変わる人も出てくるぐらいのね、私はね、それぐらいいいかなと思いますね。これもやりながら。あと今後ね、あの 3DS もね、あのアップデートっていうかね、ニュー 3DS になるって言ってますんで、このね、画質も良くなると思うんですよね。違うかな？画質は良くならないのかな？どうなんだろう？いや、良くなるか。よくなるんでしょうね。ならないと逆にあんま買わないですもんね。このスティックぐらいですもんね。確かにこれちょっとね、まだ不便ですね。この R ボタンね。まあ今後に、ここじゃなくてやっぱこの辺にね、さささっと動かしたいですよね。一緒にね。はい、じゃあオーブ出ますかね。出たかな。出ないですね。はい、じゃあまあこの辺で2000円したんで終わりたいと思います。まあジャンプはこれで、まあ、これがカメラかな。あ、ドルボードか。ドルボードとオートランかな。こっちがカメラか。あ、じゃあ、この長押しがカメラか。ですね。まあ、基本一緒ですね。流れは。はい。では、大体どんなもんかね。強ボスに関しても見ていただけたと思います。まあ、強ボスの日課とかね、3DS 版最適だと思います。ぜひぜひね、買うのにね、ああ、こんなもんなんだって検討してみてください。ちなみに 3D はやっぱ関係ないって言ってましたもんね。はい、以上です。失礼します。ありがとうございました。はい、失礼します。